どうも、初めてアノです。今回は、もう史上最強にダラダラと、ゆるっとダラっとした質問コーナーということで、お酒をね、ちびちびといただきながら、皆さんの質問にね、お答えしていただきたいと思うんですけど、まあ今噛んだからプチトマト言うくらい。あ、でも、おえってならんかった。じゃあ一つ目の質問からね、ゆるゆると答えていきましょう。お名前は何ですか？アナオです。天眼でーす。俺なんなの？知らんやん。え、俺結局何で行くの？ハーフでやる。俺ハーフで行くの？ハーフでんじゃないの？ハーフで行く。ハーフで。ハーフで。ハーフで。もうハンダでいいんちゃう？つぶ組でいい。つぶ組でええやん。そのままちょっと話変わってくる。話変わってくる。ハンダね。ハンダでいいやん。ライブ前の質問コーナーでチャンネル登録者数が1万人いったら YouTuber 辞めますって言ってるのを聞いたんですけど、嘘ですよね。ごめんなさい。嘘でした。なんか1万人いくと思ってなかったんですよ、ほんまに。マジで間違いない。1万人いくと思ってなくて、なんか夢のまた夢の話だと思ったら案外いっちゃったっていう話です。今3万や、3万やもんな。何万いったらやめる。10万いったらやめます。10万いったらやめます。肩体質グラフやな。肩体質グラフ。愛されるのと愛するのどっちが好きですか？もう正直俺は見返りを求めちゃいたいけど、だからなんか愛すんねんけど、なんかそれが一方的でもなんかちょっと辛い。なんかちょっと寂しくなっちゃうから。ギブアンドテイク的なの。そうそうそう。一応こうなんかでもあっちからも来てほしいっていうのはあるよ、俺は。なんかその、愛されてる感が。まあ俺は、あれだけどな。愛されるよりも、愛したいマジでタイプ。俺たちは二つで一つだった。何なんですか。はこれも、何なんだよ、南ってこと。なんなん問題のこと、語れることじゃない。なるほど、なかなか難しい。南北問題。伊勢志摩サミットみたいな感じ。全然違うかも。言いたいだけやもん、洞爺湖サミットとかみたいな。じゃあ、ブリなしか。じゃあ、トマト食べて。まあ、食べるわけないか。じゃあ、ちょっとみんな一つずつトマト食べる。なんでお前、マジで無理。え、トマト嫌いな。そうなの。あ、そうなん。あっちは、食える。みずみずしい方は。普通のトマト食えんの？俺お前と一緒やで。あ、マジで？そうなんや。あ、じゃあ食ってんよ。なんかハンバーグみたいなのがあれば食える。しょ。あー、そういうことね。単体では食える。単体ではマジで食われへん。え、俺ほんまに吐くで。ほんまに吐くで俺。一緒やん。じゃあ俺食います。頭が痛い。おえってならんくなった。でもおえってならない。念願。はい。ほんま無理。でもほんままずいよな、プチトマトって。まずはないやろ。ほんまいますって。後味が倍悪い。もう顔じゃったって言ってるよ。顔じゃんやろ。童貞ですか？そういう質問ってどうしたらいいの？まあ俺は人生の童貞。人生まだ童貞やけど。は？え、でもほんま意味わからん。ほんま意味わからん。道中とか言ったらまだ童貞。あ、そうだから人生のまだ途中って。そういうことか。人生死ぬゴールのまだ途中。絶対ちゃうやろ。将来の理想像は、まあ数年、俺の数年後の理想は、入社2年目か3年目ぐらいでボロいアパートで可愛い彼女と2人で仲睦まじくひもじい生活を送る。なんでひもじい生活限定の？ひもじいっていうのに意味があるでしょ。そう。なんか2人でさ、ちょっと困難乗り越えていこうみたいな。あ、そういうことな。どう早く子供が欲しい。俺は子供欲しいな。間違いない。で、これ子供欲しいとかコメント欄で、電源の子供うるさそうとか。まだ言うてくる。絶対言うてくる。絶対言うやつおるから、ほんま。でも絶対うっさい。え、間違いない。絶対言うてくる。ほんまに。電源さんの子供20ル。説牛乳。牛乳だ。電源さんの子供何十ルで質問もう来るの分かってるから。お前らのコメント濃いな、ほんま癖が。電源さんめっちゃタイプなんですけど、彼女さんいますか？いないって。綺麗んだよ。好きなタイプは？え？好きなタイプは？好きなタイプ？ちなみに俺は妹系の、か弱そうに見えて実はしっかりしている子がタイプ。俺でもか弱い子好きやけどな。でもか弱くてほんまにか弱かったらあんまり良くないね。そうなんすか。そうなんすか先輩。じゃあ単純にめんどくさいからだったんじゃん。そう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 言うても。でもこいつでもなんか
そういうの苦手やけど、プレゼントとか頑張るとか好きやで俺。ああ、それはでも好き。それ好き。そういうの、私キャラちゃうとか分かってるけど、一応やらなあかんのかなってなって。それはマジでこう、グッとくる、ね、そう、一応やらなあかんのかなってなって、プレゼントとか、柄じゃないけど、ちゃんと頑張ってくれる子とか好き。だからこっちも頑張ってあげようってなる。それの、積分なの、結局。それの積分で出してちょっと入ってる今。積分で相手が頑張ってくれる、うん、俺が頑張る、うん、頑張る、うん、これでももう最終的にはもう秒単位で起きるから。秒単位で1秒頑張ったら俺も1秒頑張る。頑張るの周波数がどんどん上がってって、なるほどな。最終的にはもうもはや連続性になる、連続的になって最終的に積分できるっていうのが。なるほどな。そういう意味だ、積分な。そうあまりにロニキャックしてちょっと分からない。間違いない。人生との一番の思い出は何ですか？保険の授業でゴム配られた。それはやばいわ。この思い出やな。保険の授業で高校にな、もう開封状態で渡されるの。違う、開封を、まあ、させすんねん俺らで。あの、何？正方形の、こういうのに入った状態でパッて一班一個渡されて、装着みたいなし、装着っていうか装着するわけない。装着するわけない。やばすぎるやろ、この授業。お前だって模型みたいなやつに、模型みたいなやつに。何なんそれ、そんな知らんけど。だから別に何でもいい、こういうのでも、こういうのでもなんか男女20-20やから、ちょっとさすがに無理ちゃう。あ、男女共同なんや。俺はだって男子校ちゃうもんね。脱線したわ。これ人生一番の思い出やな。思い出っていうか、また話が変わってくるやろ、それ。逆に人生の中に薄い説あるよ、それ。初彼女ってでもやっぱ思い出なんじゃん。俺でもさ、初彼女いつか分からんねんけど。はそれ、俺もその説あんねん。なんかどう、あれは付き合ったでいいんかな。そうそれ、あかんわ。2、3回あるほんま。あれだから、俺2、3回もないけど、1回ぐらいやけど。なんか適当じゃない？だって俺もなんかさ、適当じゃないってクソ失礼。中学の恋愛って。で、なんか、これ送っていいんかなみたいな内容を送るときに送信ボタンを押して携帯パーって投げるっていう感じで。全然分からへん。だから送信ボタン押してたら3秒後ぐらいで送信されてしまう。それをもうあやってもうた、送信してもうたって状態にする。ああ、分かる、それ分かる分かる。やってもうた、送信。だから今日なんか親指ちょっと一回こう、あっあっやっちゃったみたいな、やっちゃったみたいな。やっちゃったから分かる。なんかそうしないと送れへんね、一生。そうだって、もうビクビクするやん。そしたら押してもらう、誰かに、もう一人の自分に。そうそう、送信ボタン押して、あえー、携帯消えた。病気やん。